皆さんこんにちは、大久保です。今回は匂いの話をしていきたいと思います。匂いにもいろんな種類があるんですが、今回注目したいのはミドル脂臭と加齢臭です。皆さんミドル脂臭って聞いたことありますか？ミドルっていう言葉から想像できる通り、30代中盤から40代、中には50代前半にかけてですね、匂ってくる匂いということで、これ女性も男性も起こりうるらしいんですね。僕もそろそろ40代ということで、まあ、こうちょっと匂いとかが気になってくるんですよ。嫌なんですけどね。これまさか自分って臭いのかみたいな。で、嗅いでもあれ、いや別に臭くないな、いやでもなんか臭い匂いするなみたいな時ってありません？皆さんこれ30代とか40代の方だったら分かっていただけると思うんですけど、何この匂いみたいな、これ自分なのかそれともこの部屋なのかみたいなね。普通に生活してたらなんかこんな感じのことが増えてきて、あれこれ自分って臭いのかなって思って調べてたら、このミドル脂臭っていう答えに出会ったということで、本日はこのミドル脂臭って何なのか、加齢臭との違いは何か、そしてミドル脂臭を撃退するためにはどんなことをやっていけばいいのかっていうことをご紹介していきます。最後にですね、ミドル脂臭撃退用に僕が購入してみたこのオールドスパイスっていうボディーソープね、これって一体どうなのっていう、そのレビューをやっていきたいと思います。はい、では早速やっていきましょう。まずミドル脂臭って何っていうことですが、はい、こちらの単語、これミドル脂臭というふうに呼ぶらしいです。はい、こちらミドル脂臭とは30代から40代の中年期に発生しやすい体臭のことですということで、このミドル脂臭の匂いなんですが、一般的には使い古した油だとか、ちょっとこう油っぽいような匂いがするらしいんですよ。僕自身も残念ながらこの匂い感じたことあるんですけど、なんか中華料理屋の匂いっていうか、なんかこれ僕の家で誰か揚げたみたいな、揚げ物揚げたみたいな感じの、なんかそんな匂いだったような気がします。まあ、とにかくね、不快なんですよ。で、特にこの匂いは女性が本能的に嫌う匂いとも言われているそうで、30代40代の男性で、あれなんか最近オフィスのあの子たち自分に冷たいなとか、なんか女性からきつい目線を投げかけられるなって思われた方はですね、もしかするとミドル脂臭出ちゃってる可能性もあります。で、このミドル脂臭なんですが、特に頭の後ろから首にかけて背中にかけて、出やすい匂いだというふうに言われています。匂いってなると脇だとか足みたいなイメージあるじゃないですか。そうじゃなくて、なんかこう背中とかこの辺りからなんか嫌な匂いがするみたいなね、なんかそういう状況になってるっていう方は、このミドル脂臭の可能性が非常に高いですね。で、具体的なメカニズムとしては、汗を作り出す汗腺と呼ばれる組織があるんですが、この汗腺の働きが低下することで汗の中に乳酸と呼ばれる物質が溜まりやすくなります。で、この乳酸が皮膚に存在する常在菌、細菌によって分解されることで、ジアセチルという匂い成分が出てくると。で、さらにこのジアセチルと中鎖脂肪酸と呼ばれる物質が混ざり合うことで、ミドル脂臭が出現するというふうに言われています。すごい複雑なんですが、要するに30代中盤から40代の方がなんか自分の背中側から油っぽい匂いがしたら、それはジアセチルと中鎖脂肪酸が混ざり合ったミドル脂臭なんだよということなのかなと思います。ちなみにこのミドル脂臭は加齢臭よりも匂いが広がりやすいということも分かっておりますので、自分の体のどこからかは分かんないんだけど、中華料理屋の匂いがするとかね、揚げ物の匂いがするってなってきたら、それはかなり危険なサインだと思います。はい、ではそんなミドル脂臭どうやって対策するのかということなんですけれども、体を清潔に保つっていうのはもちろんなんですが、ホルモンバランスの乱れだとか、ストレス、食生活、運動不足、汗の分泌低下などがミドル脂臭の原因となるということが分かっておりますので、とにかくストレスをためない、まあ、それって難しいんだけれども、少しでもこうリラックスしてね、お風呂に浸かっていただいて汗を分泌させるとか、リラックスする、心を落ち着かせるみたいな、そういった取り組みによって体臭を減少させることができる可能性もあります。はい、では次、加齢臭ですね。ちょっと匂いの話しすぎて具合悪くなってきたんですけれども、この加齢臭っていうのはですね、年齢を重ねるにつれて発生する体臭で、古い油、古いろうそく、古本、加齢葉、カメムシみたいな、こういういろいろな例え方がされる匂いだそうです。まあ、とにかく嫌な匂いだっていうことですね。で、この加齢臭の原因っていうのは、先ほどのミドル脂臭の原因とはちょっと違って、汗だとか皮脂が混ざり合って発生するノネナールという成分、これが匂いの原因だというふうに言われています。はい、そんな加齢臭は40代後半、特に50代から60代にかけて発生するというふうにも言われていて、もちろん女性であっても加齢臭は発生します。はい、女性の方もお気をつけください。ミドル脂臭は30代中盤から40代に出現する匂い、加齢臭は
40代後半から50代、60代にかけて出現する匂いということで、この2つとにかく不快な匂いで周りにも広がりやすいという特徴がありますので、自分が臭い臭いって思うだけじゃなくて、その匂いは他人にも気づかれてしまう可能性があると。だからこそケアしておいた方がいいよねっていうような話かと思います。はい、ということで、そんなミドル刺繍を撃退しようということで、ミドル刺繍にいいよって言われてるボディーソープ買ってみました。これめちゃくちゃでかい、もう明らかにこの海外製みたいな感じのボディーソープですね。僕も初めて見ました。これ Amazon で買ったんですけれども、オールドスパイスっていうメーカーかな、ブランドのボディーソープになります。でボディーソープだけじゃなくって、こういうね、なんか塗るデオドラント系のね、あるじゃないですか、それもあったので一緒に買ってみました。はい、僕が購入したのはこちらですね。オールドスパイスのボディーウォッシュ 532ml お試し2種類セットということで、オールドスパイスのピュアスポーツかなと、あとはフレッシュって呼ばれるこの2つのパターンのものを買ってみました。お試しって書いてあったので、ちっちゃいやつかなと思ったらめっちゃでかい。これ何ヶ月使えるのっていうぐらいのデカさの商品で、これがですね2880円なので、これなんだったら普通のボディーソープより全然安いんじゃないのっていう気もします。はい、でなんでこれ選んだのかっていうことなんですが、まあミドル刺繍にいいとは言われていたんですけれども、この Amazon のレビュー見てみるとすごいんですよ。ピュアスポーツの香りはブルガリの香水みたいな感じ、懐かしい気分になりました、泡立ちも文句なしですとか、日本ともおすすめの香りとかね、とにかくいいんですよね。はい、こちら手元の動画になるんですが、こんな感じでしっかりと泡立てていくことができます。匂いはフレッシュもピュアスポーツも海外的な匂いがします。まあ、この匂いね、先ほどブルガリの香水みたいって書いてあったんですが、おそらくブルガリの香水ではないです。はい、僕もブルガリの香水使ったことあるんですが、ブルガリの香水みたいな匂いじゃない。どちらかというとこう石鹸みたいな香り。この匂いの感じ方はもうほんと人によって違うと思いますので、これ試していただくしかないかなとは思うんですけれども、個人的にはめっちゃいい匂いっていう感じではないです。ただし、まあこう匂いを抑える効果だとか、もう匂いで匂いを消しに行ってるみたいなね、上書きしてるみたいな感じだと思うんですけれども、とにかくこう匂いが残りやすいので、ボディーソープとか使ってもお風呂出たらね、すぐ匂いなくなっちゃうじゃないですか。これは結構長く匂いが続くので、まあ、そういうのを求めてるっていう方はですね、一回試してみてもいいのかなと、まあ、その程度としてお考えいただければと思います。はい、そしてもう一個こちら、なんかデオドラントバームみたいな感じで、こう開けてね、わかります？こんな感じで、はい、これをこう塗って、ね、脇の下とか匂いが気になる部分に塗りましょうよっていうことで、これもいい匂いだって言われてたので買ったんですけど、これはマジで失敗した。気持ち悪くなる。はい。なんていうか、もう海外のフードコートっていうか、海外のショッピングモールみたいな匂いするんですよ。どんな匂いだよって思われるかもしれないんですけど、海外のね、ハワイとかグアムとかね、そっち系のショッピングモール入ったら、なんかもうすっごいなんか、こう、匂いするじゃないですか。その匂いがします。はい。その海外系の匂いが気にならないよとか、そういう匂いむしろ好きだよっていう方にとってはですね、多分いいと思うんですが、僕はそういう匂いに、こう、長時間さらされると頭痛くなっちゃうので、実際にねこれちょっと塗ってみたんですけど、この辺りに塗ったんですけど、もう頭痛くなっちゃって気持ち悪くなって、すぐねこうお風呂入って洗い流したっていう、これを洗い流すためにこれを使ったっていうね、もうわけのわからない状態になりましたので、皆さんですね、これ使うときは一回この手とかにね塗ってみてもらって、その匂いいけるかどうかっていうのをね確認してから使っていただくといいんじゃないかなと思います。まあ、ただしこれ一回塗るとね全然匂い消えないんで、ね、良くも悪くも匂い消えないんで、この匂いが好きだっていう方にとっては最高です。僕みたいにその匂い苦手だっていう人にとってはですね、一回ついたらもう本当やばいことになるので、はい、そこだけご注意いただけたらと思います。これ欲しいっていう方はですね、いくらでもあげるよっていうぐらいですね、僕はもうこれを使うことはないです。ここの蓋を開けることももうないでしょうというぐらい僕はこれ苦手でしたね。はい、ということで本日はミドル刺繍とカレー刺繍についてお話をさせていただきました。最後にオールドスパイスの話をしたんですけれども、まあ、このボディーソープめっちゃいいよとか、この匂い消しがめっちゃいいよっていうレビューじゃなくって、本日はあくまでもミドル刺繍って何ですか、カレー刺繍は何ですかっていう、そういう話だということでご理解くださいね。決してこれを勧めてるわけじゃないです。これ使ってみていただければわかると思うんですけど、もうめっちゃ海外なんですよ。めっちゃ海外でその匂いが好きだとか、強い匂い好きですよっていう方ならいいんですけど、あんまりね普段からそのきつい匂いが好きじゃないっていう方にとっては、
結構ねしんどい匂いがしますので、はい、そこだけご注意いただけたらというふうに思います。そしてこのデカさ、このビッグサイズ、もうまさにこれ見てください。これもうコストコとかなら買えるのかなっていう感じ、もうコストコって感じの匂いしますんで、はい、皆さんご注意いただけたらと思います。はい、ということでこのチャンネルでは美容研究家の私大久保が様々な美容関連の製品サービス、美容整形について情報発信をしてます。こんなことを教えてくださいというリクエストがある方、どしどしコメントください。ということで今回はここまで。ではまた。